金華山灯台は、宮城県石巻市の牡鹿半島の先端から1キロメートル沖合に、浮かぶ金華山の東岸の断崖絶壁に立つ白亜の灯台である。リチャード・ブラントンにより設計された、いわゆるブラントン灯台の一つである。初展島は1876年11月1日である。日本の灯台50選に選ばれている。 金華山灯台は沖合を進む北海道及びアメリカ合衆国へ向かう船舶にとって非常に大きな目印となる灯台である。特に北アメリカ航路の船舶はシアトルやサンフランシスコを出港するとひたすら金華山灯台を目指すコースで太平洋を航行する。これらの船舶にとって金華山灯台が初めて目にする日本であり遠くに輝く灯火を見て 船舶乗組員は日本にたどり着いた考えに浸るという。船舶気象通報、無線方位信号書及びリファレンシャル GPS 局が東大に合わせて設置され、運用されていた。海上保安庁の職員は仙台航空基地所属のヘリコプターでこの東大へ定期的にやってくる。金華山東大は1874年に着工され、1876年5月に、 竣工した。斜面だったところを切り出して作られた平地に、灯台は建設された。工費は46,865円10,000円4、リンだった。この灯台の設計者は、イギリスの土木技術者で、日本の灯台建設のために、明治政府の親とい外国人となっていたリチャード・ブラントンである。ただ、金華山の対岸の町である相川には、 ブラントンに関する記録や痕跡がなく、建設当時のブラントンの様子などは不明である。また、ブラントンはこの灯台の完成前に帰国した。金華山灯台は竣工した年の11月1日に、転倒を始めた。当時の金華山灯台の陶器は、同定式よえ、新加工で、一等級扱いだった。1897年の宮城県沖地震で、高原である。 加工陶器が破損し、翌年の復旧時に第二等レンズと水銀層回転式に変更された。太平洋戦争中には金華山灯台は連合国軍の標的とされた。1945年7月26日、東台の沖合に浮上した潜水艦が東台に対して艦砲射撃を行い、東台長が殉職し、リーン対策所や無敵車、無線施設に被害が出た。 また、同年7月から8月にかけて、航空母艦艦載機による重爆撃が何度か行われ、東大諸施設が被弾したが、人的被害はなかった。2005年に、ここの滞在管理が終了し、金華山東大は無人化された。石巻駅から相川駅のバスに乗り、終点下車、鮎川港から金華山の観光定期船に乗って上陸。東大までは、 徒歩で1時間30分。島内全島は新域であり、環境保護地域である。ありがとうございます。